さらにナイトメアまだいるじゃん。こっち池月か。こっち池月にして命名を覆していくな、だんだん。そういうもんだよ。簡易とかもね、こう繰り上がっていくもんだから。池月はお前で、どうしようかな。アレクサンドロス大王の乗っていた相場ですよ、ブーケフォラス。これ強くなるぞ。名前負けだけはすんな、お前ら。そこ頑張って追いつけよ、名前に。そういう気持ちを込めてこうやって命名してるわけだからな。自分の名前に追いつくように、ストロガノフも、美味しそうになるように、チャーシューもうまくできるように。よしよしよし、だいぶ整ってきたな。ドロワンなんですが、この彼らは今からこっちに攻め込むわけですよ、ミンツね。でこっちにレンセの息子いたじゃないですか。いずれレンセの息子に出会う可能性があるんで、レンセとアンをね連れてきました。でこの2人、もし次息子が敵として出てきそうだったら、この2人を出そうというわけで控えメンバーですね、この2人は。じゃあ我が軍唯一のアークエンジェル、そうですね、グスタフは割と黒いユニットが多いんですけど、レオノラに関してはこのね、炎射のアークエンジェルとペガサスユイニムっていうね、綺麗なユニットを持ってるというね。だ、透明感があるアークエンジェルなので、この世で一番透明な、非常に透明感のあるものの名前をつけましょうか。芋焼酎でね、この世で一番透き通ってる透明感がある芋焼酎にしましょう。そうなると、やっぱユニコーンもね、透明感大事にしたいですよね。この綺麗な感じ、やっぱ日本酒かな。この世で一番透き通ってるわ、芋焼酎と日本酒が。セイレーンね、セイレーンか、やっぱゴマサバかな。いや好きだわー、ゴマサバは好き、うまい。でブラックエレメンタル、これも名前つけちゃおうか。なんか何にも思いつかねえ名前が、ごめんな。お前チューハイだ。なんか今までの流れで俺が今飲みたいものみたいになってきてる。ボティマはそうだな、ハルク、あれなんか普通になっちゃったな。いやまあ気をてらいすぎるのもよくない。またもう馬の名前がねえよ、思いつかねえぞ馬の名前が。ヘベ、マレンゴな、ナポレオンの馬な。オセロはなんかオセロでいい気がするわ。なんとなくな、なんとなくお前はオセロで似合ってる気がするよ。ホイフェイズいきますか。さてさてさて、まず我々のメインのガイリン部隊ですけど、ガレストね、いやー強そうだな。あ、じゃない方おじさんじゃん、ギリアムじゃん、勘違いおじさんの方か。エンジェル系多いな。あれホーリードラゴンか、なるほどなるほど。あで、マナの奇跡のアークエンジェル、これ強いだろうね。ただまあいけなくはない。まあ怖いのはルド、オーバーロード、ルド、ルドマルコがやたら怖い。まあでも行くしかないでしょう、行っちゃいましょう。なぜこっちはティム・シン・アルスンですよ、行けるでしょこんなの。ガレスト行こう。で第2部隊オルタニアはハーザルフ・ココ・フィンナル、でナリージュ行っちゃいましょう。そしてさらに第3部隊セデストリア、ジンジャー・シルビージャズかなの3人かな。でラグルント、あーいけそういけそう、全然いけそうですね。ラグルントいっちゃいましょう。そしてさらに第4部隊ドロワンヌから、こっちはミレルバに行くと、全員で行きますよ。で相手が連戦息子はいないか、あでもアーデューじゃん、アーデューとプルート、連れてるモンスターがそんな大したことないので、まあ大丈夫でしょう。ミンツいきますか。というわけで4方向同時作戦と、
はい、なりましたね。行っちゃいましょう。さあ、まずはガレストか。ここが一番怖いところではありますね。ムードが怖い。戦力としては上回ってましたね。2万対1万7000。まあいけるでしょう。ガーレスとの戦い。まあ初対面ですよね。ルード・マルコ。どんな会話になるんだろうな。絶対会話のドッジボールになるわ。おお、広い。開けてますね。では、ティム、シーン、アルシンで。いきますよ。あ、でもシンとティムの掛け合い見たかったけど、まずはルドとティムの掛け合いになりそうですね。まあまあ、ちょっと何度かこのメンツで行ってみましょう。この3人でな。よーし。いや、強そうだぞ。わしはマナ・サリージアの大神官。お前かよ。ウィリアムじゃ。覚悟せい。ん？お前は、な、何者？いやいや、ルドを出せ、ルド。お前じゃないんだよ。お、シン・グスタルじゃ。お主も知っておろう。ウンダーが今はこの通り。見た目は人形だがな。まさかのギリアムとシン。いや、そこはティムとルドでしょ。なんだこいつら。シン・グスタフだと？バカにするでない。そこいらに転がっているような人形がなぜ動いておる。おい、シン・グスタフ様に向かって、何がそこいらに転がっている人形だ。お前をそこいらに転がっているような人形にしてしまおうか。なあ、アルシさん。まあ、お主に説明しても時間の無駄じゃ。そうですね。どうせ理解できんじゃろうって。誰も理解できんと思うけど。グスタファも地に落ちたものよ。何？得体の知れぬ悪霊を人形に憑依させてでも生き残りたいか。我が国が浄化してやろう。おいおい、ちょっとこいつ信じてないみたいですよ。シングスタッフ様、やっちゃいましょうよ。参ったの。遥か昔、お主の国で暴れてたゾワールを退治したんだが。そうだそうだ、浄化をしてやったのはこっちの方じゃ。そうだそうだ、感謝されこそすれな。何が浄化じゃ。やっちゃいましょうぜ、ティムから。いや、シングスタフさんの初陣ですよ。ルドに話させろよ。そんなことより、初登場ルド・マルコ。いや、強いな。レベル24840、白き断罪、通常攻撃大ダメージね。アクタなき波動、隣接特大ダメージ230、威力290。はあ、神の傀儡。自分の周囲に X 内の味方一体毒状態にする代わりに一定ターン攻撃力アップ、さらに次回攻撃時の技の威力増大。なるほどね、神の傀儡、献身の聴衆。隣接する味方一体の MP をゼロにし、吸収した MP 分自分の MP が回復する。さらに自分の攻撃力が上昇する。こいつ味方を道具としか思ってない可能性があるな。味方の MP 吸収か。こいつやべえな。22歳オーバーロード、マナサリージア法王国第31代法王。最も高潔で最も強き者こそが主と世界を素で、そして導く。この天地万物の秩序を体現するに過ぎないルドの心情は、理想や夢を追い求める者が時に抱える悩みや迷いを生むことがなく、それゆえに強く揺るぎない。ルドが示すこの世界の秩序は、このルーナジア大陸に果たして何をもたらすのだろうか。秩序ね、ルド基準の秩序なんでね。合わないやつ、この秩序に合わないものは粛清されるってわけですよね。ルドマルコ、恐ろしいやつ。カイル、パラリン、これも強いな。うわー、ジャッジメント覚えてるやん。トラウマになってんだよ、ジャッジメントが。42歳、あ、結構いってる。42歳パラディン、最地にたける冷静沈着なルドの側近。普段は大神官であるギリアムを引き立て、自らが目立つことを避けている。しかし戦況や神官たちの人心を常に把握し、ルドに対して報告や進言を欠かすことはなく、それゆえギリアム以上の信頼を得ている。まあギリアムはなんかいろいろ粉飾しそうだもんな。おひれはひれついてきそうな感じがするもんな、話に。
カイロは目立たないけど着実に仕事をこなすという一番信頼できる男ですね。今回ルドの右腕左腕が一緒についてきてみたいな感じなのか。ルドの軍配とカイルの策略は波動を進むマナサリージア法王国の大きな推進力と言えるだろう。あ、ギリアムはそんな右腕ですらなかったか。実質カイルがこのルドの右腕ってことでしょうね。じゃあ結構ガチメンツってわけだ。まあ、ギリアムはね以前見ましたけど、じゃない方ジジイですね。ムーアじゃない方のジジイです。しかしエンジェルが多いな。うちとはまた対照的ですね。こっちはねデーモン系が多いですけど、まあ言うてルドさえ倒しちまえば何とでもなるって感じですからね。普通にいつも通り行きましょう。ビビらずに。高潔なる者は決して引かぬ。進軍あるのみ。おお、言ったな、引かないって。まずは相手の出方を探るぞ。おお、確かに知略を持ってそうだね。ギリアムとは違うね。さあアルスン、ようやく攻めの部隊に、攻撃部隊にね参加できました。アルスンも今が好機。アルスンとティムの会話も聞きたいんだけど、まさかのギリアムでしたね。意外でしたね。慌てた者が敗者となるぞ。声が可愛いんだよ、シングスタッフ様。高潔なる者は決して引かぬ。進軍あるのみ。あ、出てきた。おい、いきなり出てきてくれんの。ありがてえ。やっちまえ。ルフィル、ドラゴン一人だけ飛び出したのか。他のやつついてこいよ。まずは相手の出方を探るぞ。カイル来るんじゃないかとしたら、来たね。あ、いいよ。伸びきってる。これは格好撃破できますわ。まあこのホーリードラゴンバルドルもほふっちゃっていいでしょう。ただあれなんだよね、メテを撃ちたいからあんま前に出したくはないというジレンマもある。一旦我慢するか。で闘気集中、行くぞ。本当はぶん殴りたいところだけどな。一旦我慢や。この真の指示に従えば負けぬぞ。指示出してくれ、シングスタ様。普通に殴っても十分強えな。しかも相手 62% かよ。多いね、強っ。当たるんかい。当たっちゃいますか。でキラーショット当てといて、おい。生ハム前に出すとちょっと怖いかな。さすがに強いな。え、 70% でしょ。当たらん。当ててみろや。よし。下がってよし。したら軽順でテイルチェインで相手 61% 当たらんだろそんなの。うわー、クリティカル。やるね軽順。ゲージエイ。うわー、当たるか。まあしゃあない。これさっさと前出ちゃってもいいかもしんないぞ。あ、やれるわ。やっちまうか。さっさ前出すぎかな。1、2、さっさなら大丈夫でしょう。やっていいぞさっさ。よーし、打ち取ったね、ホーリードラゴン。よし、順調。わしを中心に動くのじゃぞ。よし。いいね、硬いねさっさ。うわ、ナイスクリティカル。さっさやるよ、今日張り切ってるね。よし、じゃあとりあえず火箱グランドファイヤー入ってっからな。ギリアム、これ入ってっていいでしょう。溶けた。燃えかすになったなあいつ。まあ、おとなしくベノム打っときますか。我が一族の力。ベノムでもこんな食らうからな。ジャーキーで軽くかじっておいて、ういよし。お、ディメンジョン 98%。 はーん、飛んでもらうか。おい、どっか行け。後ろか。後ろですか。ちょっとびっくりしたな。よしナイス。まあルドは出てくるよね。後悔せよ。お、いきなり直接。何それ、うえ。何それ。You
断したまで。いやちょっと待って、おかしいだろ。悪たなきなんちゃら、マジで言ってる？誰も世に勝つことはできん。ちょっと待ってくれや、それはないわ。俺の反米が、マジで？悪気に取られてますけど今、600と暮らしてたよな。即死やん。ですね、何が起きたんですかね。ちょっとわからなかったな、何が起きたのか。あれれ？まずいね。これはまずいな。そんな食らうんだ。開いた口が塞がらなかったですね。16000対12000。これはいけるでしょうけど、いやすごいよメンタルが、こっちの。勝てる戦いだったのにな。やんな、食らったら絶対死ぬじゃん。即死魔法みたいなもんじゃん。まあ今はちょっと目の前の戦いに集中しよう。ジンジャー、シルビー、ジャズで行こうか。でもジンジャーとジャズでなんかさ、会話イベントみたいなのあるんじゃねえのかなっていう、なんかあるでしょ。気を取り直してな、気を強く持て。いけるいける、俺はいけるわ。ジンジャー、今日はよろしくね。私結構強気で攻めちゃうタイプだから。おいおいおい、ジャズ人か、ジャズ人。カップリングできちゃうんじゃないの、強気で攻めちゃうタイプ。攻めるのは私も得意だわ。特にお兄様の敵はとことん潰す、一人でも多くね。そして泣こうが謝ろうが絶対に許さない。どっちも攻めだったわ。なんか怖い。ま、味方でよかった。まあ確かにな、俺も妹でよかったわ。ジンジャーが怖いけど。そういえばあなた、お兄様のこと不愉快なあだ名で呼んでいたわよね。不愉快なあだ名、確かにティミーってまあ微妙なあだ名っちゃ微妙だよな。ティミー可愛いでしょ。ジャズが言うと可愛いけどね。二度と言わないで、お兄様は皇帝なのよ。さもないと。さもないとどうなるんでしょうか。やだ、味方でも怖いってか。めっちゃギスってるやん。めちゃめちゃギスギスじゃん。そっちのけでした。私はマナサリジアの名家出身だぞ。来るがよい。緩やかにな。多分関係ないんだろうけど、フレデリコが今の女子2人のやり取りに戦々恐々としてるように見受けられますね。あんな喧嘩見せられたら怖いよな、男としては。とばっちりのフレデリコでしたね今ね。まあ我々からですか、一応確認しておきましょうか。フレデリコ47歳ソーサラ、マナサリージア名家の出身で広大な土地を治める領主。領民を守るために自ら戦場に立つことを決意したのだが、モハナハとの交流を持ち密かに自らもその信奉者である。え、絶対殺されるじゃんルドに。それゆえこの度の動乱はフレデリコに大きな決断を迫っている。若い頃から熱心な修道者であり戦術に秀でた騎士でもあるが、繊細な性格が災いして慢性的な胃痛に悩まされている。どうなんだろう、終止替えすんのかな、転ぶのかな。モハナハがあれでしょ、弾圧されてる方だよね。在派ですよね、ルドが推してるのは。そりゃ胃も痛くなるわな、自分の宗教、死んでる宗教を変えなきゃいけないという人生の岐路に立ってるわけですね。気が気じゃねえだろうな。それであんな女子の喧嘩目の前で見せられてな。ベータはだいぶ前に一回見ましたよね。そうそう、盲目の少年。レベルはあんまり上がってないか、レベル7。そしてモニカ、可愛い子いるじゃん、レベル10。おい、忍び族みたいな露出度。20歳、
若いな。自然と周囲に人が集まる快活な学士。しかし本文はマナサリージアの秘密警察、常に周囲へ目を光らせている。秘密警察までいんのかよ。うかつなこと喋れねえな。かつてはミレルバから送り込まれたスパイだったが、仲間の裏切りでマナの泉へ落ち延び、倒れていたところをロマヌフ法王に保護された。ミレルバ出身なんだ。スパイだったけど裏切られたから、じゃあ本来敵であったマナサリージアの方に保護された。明るく朗らかな性格であるにもかかわらず、時に冷酷なる秘密警察として職務遂行に徹するのは、今は亡きロマヌフ法王への注意に他ならない。拾ってもらったからね、ロマヌフ法王。じゃあルドのことはどう思ってんだろうな。ロマヌフ法王いろいろありましたからね。この辺もきな臭いよな。でこのさ、怪しいっつってフレデリコを監視するためについてきたのかもしれないね、モニカは。なるほど、マナサリージは気になるんだよな。さっきの会話横で聞いてたシルビーはなんて落ちたんだろうな。よし、やるぞ。おお、結構やる気ある声してんじゃん。もっとなんか胃腸が弱そうななよっとした声かなと思ったら、盛り上げていくわよ。いいね、可愛い声してる。よし、やるぞ。さすがに出てくるっしょ。よしよしよし、来い来い来い。おいいね、さすがじゃん。何すんの。いや、かっけー。何すんの。やっぱ SK あるじゃん。いけるぞ。何やるね。殴ってこない。多分モンスターのレベル低いからあんまり手出してこないんだろうな。2の3でゴーレム殴って減らしてあげて、ジャズに経験値あげよう。よし、次ランサー似合うな、ジャズ。これなら負けようがないよ。いいねいいね。とじゃフレデリコにマジックだ。魔法威力も下げつつ魔法耐性も下げると。よし、もうこっちの被害はそうでもないし、3人食らっちゃうけど撃っちゃいますか。まあ撃たないわけないよなこれな。メテオドゥーム、気持ちいい。ごめんジャズ、ごめん、普通に痛がってたわ。カラミティブレス、よし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 。ではフロストでも撃っとくか。痛めつけてあげる。順調順調。まずはウイスキーのベーノーム、ペータに打ち込むと毒、さらにベーノーム、残り77、ちょうどそりゃ。よし、帰れ帰れ。これは僕の慢心が招いた結果でしょうか。ポーズだけはめちゃめちゃやる気なんだけどな。顔はなよっとやる気を失ってますね。よし、おアリダーニアン、あんまいらないですけどね。アリダーニアン普通にフレデリコいけますね。普通に行こう。はい、ここで倒れるわけにはいかん。妻が、領民が待っておる。めっちゃいいやつだし、めっちゃ苦労人っぽいな。フレデリコ嫌いになれないな。頑張ってほしい。よっしゃ、普通に殴って、よし、出ないな。カーズでとどめた。よし、これが敗北なのね。今まで負けなしだったのかモニカ。仲間に裏切られてましたよね。よっしゃ、悪いわね、強い方が勝っちゃうの。いいね、まあ楽勝でしたね。お兄様、これからもお助けします。はい、ジンジャー熟練度5。よっしゃ、ウィッチ、はい楽勝。こっちは順調だな。ちょっとさっき何が起きたか分かんないけど、ほら順調ですね。ステミンツ13000、お、
拮抗してますね。大丈夫かな。ミンツの戦い、いやちょっと不安ですよ。トラウマになってますよ、ルドが。でミンツにルドはいないから。大丈夫大丈夫、いけるいける。